一番階段が多いと思うあ都道府県どこですかいやそのね状況にもよるんですがねまああのー、人がいるところに階段ってあるんですよ。ですからもちろんそうなると東京か大阪かってことになりますがね普通に見て例えば私階段でもって実際そういう土地に行ってますがねあったのが岐阜長野愛知和歌山。 から四国にもいくつかそういうところありますねもともとああいうそういう土地ですから四国にありますけどね。であとはというとまあそうだな、えー、埼玉それから福島で宮城岩手とありますよね青森とありますよ。であとあの新潟とかねいやもう北陸にから石川県石川とかありますね。 やっぱり中でも「ああこれは」という話というのは割とロマンがあるのが北陸関係っていうのはこうロマンがあると割と怖いんだけどなんとか情緒があるんですよ。それからなんか人間の歴史みたいなものの怖さそのショッキングなね例えばあのこういう伝説があってとかこういうお寺さんがあってこういう神社があってこういう習わしがあってみたいな怖さっていうのはむしろ西側のが多いですね。えー、そうなってくるとやっぱり、あのー、京都であったりとか和歌山だったりするわけですよね、まあ、岐阜なんかもそうですがね。 ね、岐阜長野ってちょっとねまた違うんですがねこうつながってて違うんですがねそういうところでしょうかねありますね。で土地から話もまた違うんですよね大体いい階段でふっと思うその何て言うかなまあ柳田邦男先生があの言ってるようにね階段要するに破片を集めて私も全くそうだと思うんですがねあの方の話もあるけどもやっぱりあの雪深い北国なんていうのは結構話たくさんありますよね。 では、なぜかと言ったらば、必ずその雪の時期っていうのは生きるために冬を越さなきゃなんない。その冬を越す時の教えであったり、冬を越すための娯楽だったりね。要するにあの怪談話が要するに、なか冬を越すためのその決まりがあるわけですよ。そこにこの体がねこう絡んでくるんですよね。だから、その怖い話ではあるけども、懐かしい。話っていうのはあの階段が持ってる。ある意味、その民話のような魅力っていうのはやっぱりあの多いですね。どうしても雪深い土地には多いようですよね。 え夏の代名詞といえば稲川淳と中部ですが交流はあるんですかいや中部さんはないんですがねでも私のね階段はロックの方多いでしょうね今もお忙しいからねそういうところないけれどもでもう毎年毎年ずっとあのウルフズのねトウタさん松本さんいらっしゃって何年目かでもって変わらずくだったんですよねもう驚きましたよ北海道のロック私ね出てたんでずっとねいつも階段やってたんですよロックフェスに。 そしたらなんと言葉にチャワさんが訪ねてくってあのチャワさんがですよ来て「稲川さん」って「おい!」と思ったあのもしよかったらあの女房もすごいファンで私もすごいファンなんですけどでいつも階段聴かせて頂い,いてるんですけど写真一緒撮っていただけるわけいかないでしょうかって冗談じゃないのすごいう人にそれで私があの舞台で持って階段やった時にちゃーんとそれでもってご夫妻で聞いてくれましてねでその後、先にホテルへ帰ってみんな言ったらしいと「聞いてきた」「稲川階段」って言ってくれたんですよね。 えー、菅氏さんも来てさましたよね菅さんなんかはあの自分のですねあのいプロモーションビデオでもって私と一緒に共演してくれってね同じ方でもってやったことありますからね菅さんだとかねああほ皆さんそうですよねへえそうそうそうだって菅氏川さんの時にはあの人の,あの,あの要するに20年に一度の,あの菅フェスがあってで埼玉スーパーアリーナって私これやりましたからねスーパーアリーナで多いですよね。サザンのの桑田さんはご自身のあの あそこの東京ドームでの時に私のものまねしていいだろうかっていう聞いてきたんでいやもうそれはもう上に結構だビップウールもお取って下さって行きましたよそしたら大画面あのビルの56階ぐらいの高さのこんでっかい画面あそこに映るんですよねあの映像がバーンとそしたらなんとあのサザンの桑田なんですよ私と同じ屋のいつものあの縁台があるんですよねこういう台あってで素人の浴衣に黒のちゃんちゃんを着てそれでこういう頭をして 茂の間にして「私しゃべやるんですよね」とそこに字が出るんですよね「稲川」って言ってね片方で字があって「ジェーン」になっていくんですけどもう客がうわわっと盛り上がって嬉しかったな小林さんとはうん若い頃に一度東京12チャンネルでお会いしたことがあるだけなんですよね「稲川さん遊びってくださいよ」って言われてあの横浜のお店ねいられたことだったんですが。 ただ桑田さんの曲でもって「私いとしねり」っていう話もあるとこれとっても優しい話なんですがねただ桑田さんの曲を使ってるわけだから一般にはこう出せないんですがねでもその時にこれよくどうぞ使ってくださいって言ってくれましたしねそれである時あの桑田さんの会長から連絡があって「稲川さんあの実はですねあの一応桑田があったんですよねそのコンサートの時に稲村寺園っていうのがあるんですがねその時に稲川さんの声をしてるっていうんですよ聞かせてもらいましたよ。 やってんです当時の私の様子にあに、のー、お笑いやってる子の話もね「いや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 どうもどうもどうも」ちっ,っててうんですかね「いや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 」ってってんですよ。嬉しかったなロックの方は本当に皆さんねお越しになるなあと他にもロックの方も来ますねエレキコミックのあ方も来てくれるもう一番大きて毎回毎回絶対欠か,かさずがあのー、小高井さんですね小高井一希さん あの方はすごい私が話すすとそれ以上のものも、ね、理解しちゃうすごいですねやってくださいしあとそのプロレスラーの方お相撲さんだとかねとかねいろいろ各界ですね作家の方俳優さんもね、うん、この前あの松島智子さんもいらっしゃったけどもう皆さんそうやっていろんな方ねあの来ちゃってくるからい,いつ来てるか分かんないんですよ来てくださってるからもう本当にありがたいですよそれとやっぱりねあの雰囲気でしょうねあの本当に私がいつもね皆さんはファン以上サポーター以上 仲間、階段仲間、最高の友達、まぶたちだよって言うじゃないですかあのまぶたち、あれですよね、あれに驚くんですよえ、えー、これ本当階段って言うんですから始まった瞬間ね、今は皆さんね、マスクをしてしゃがみないけどいつもだったら、待ってました、私ニックネーム座長ですから座長、ジャンジーってみんなやるわけですよね待ってました、うわお帰りってやるわけですよで私から私、ただいまってやるんですがね でその空気でもって飲まれるからみんなええー、と思ってるうちにスーッと階段になるこれが私の舞台なんですよね間違いなく私の舞台というのはファンの皆さんと私が一緒に作った舞台ですね今年は29年目になるわけですが一人で作ってるんじゃないあの雰囲気あの空間はみんなと一緒に作ってで皆さんが応援してくれるから長続きしてますよね、うん、そういうものなんですよ演ずるもんじゃないんですよ一緒に作ってるんですよだから面白い 放課後で仲間が集まって階段話をするまさにその延長みたいなもんですよね楽しいですよついでなんですがね今年は本当に怖い話があってだからいい話がありますよね毎回ねチャレンジしてるんですよでも今年は相当自分のそのなんていうかな技量を高めないとできないかなって話もありますがねでもそれができるのも皆さんがいてくださるおかげですよね,ねえそしてすごい方がたくさん気に来てくれてるそれじゃあ頑張んなくちゃねありがたいですよ それじゃあまた,ゃあまたいつか,いつかこの場所で赤いはんけせましょうか <laughs> こだこだこだ変 <laughs> だな変だな変だな <laughs> いるんだろう <laughs> お,おい,おい